若松区は北九州市を構成する七区の行政区の一つである。若松区は北九州市の北西部に位置する。道海湾と響灘に囲まれ、東部に古墳が散在するなど歴史は古く、自然に恵まれている。若松北海岸は玄海国定公園に含まれ、白い砂浜と響灘の激浪に刻まれた玄武岩、露出した岩礁の眺めが美しいことで有名である。市内で、 唯一の岩屋海水浴場、脇田海水浴場があり、マリーンスポーツのスポットとして注目されている。脇田漁港の潮入りの里は、大勢の人で賑わいを見せている。グリーンパーク、響き灘緑地は、北九州最大の総合公園で、サイクリングコース、野鳥の観察ゾーン、サイクリングターミナル、響き動物ワールドなどがある。また、グリーンパークの大芝生広場、 熱帯生態園、バラ園などは市民の憩いの場となっている。若松南海岸通りの若松バンドは大正時代の建物を中心とした近代港湾都市固有の帯状の都市空間で、かつて日本一の石炭石執行として栄えた歴史を伝えている。文化の面では若松出身の芥川小作家、日野足平の資料館が若松市民会館内にあり、 足シゆかりの資料が展示されている。また、当時の状態で復元された、足兵の急遽、火白堂も一般公開されている。紫陽花祭りの会場でもある高等山からは、若松の町並み、若道橋、響きなが、関門海峡を一望できる。山頂には足兵文学碑、万葉植物園、カッパ風寺の地蔵などがあり、四季折お々おの花が咲き誇る。 自然を残しながらも一方で、近年、響きなど埋め立て地では、資源循環型社会の実現を目指し、北九州エコタウン事業が展開されている。エコタウンでは、環境関連技術の開発やリサイクル産業の集積が進んでいる。響きコンテナターミナルは、東アジアと北米などとを結ぶ日本海ルートに面しているという地理的優位性を生かし、 国際物流拠点校としての役割が期待されている。港湾の広配置には事業用地が広がり、物流関連産業や加工組み立て産業などの企業の立地が相次いでいる。響灘臨海工業団地の一角には風力発電施設 NS ウィンドパワー響きが立地するほか、響灘東地区の沖合では新エネルギー産業技術総合開発機構によって、 洋上風力発電の実証研究を行う国内初の洋上風強観測タワーが設置されている。若松区西部及び八幡西区北西部の北九州学術研究都市はアジアに開かれた学術研究拠点と新たな産業の創出、技術の高度化を目指し2001年にオープンした理工系の国、公私立大学や研究機関が同一キャンパスに集積し、 学術研究機能と産業界との連携促進により、アジアの先端産業都市の実現を目指している。同海湾を挟んで、戸畑区と隣接しているが、かつては都線が唯一の交通手段であったところ、1962年に若戸大橋が開通し、戸畑、小倉方面との往来が飛躍的に改善した。若戸を直接結ぶ唯一の幹線である。 道大橋は開通当初より予測を大きく上回る、交通量のために交通渋滞が著しく、この解消と市街地をバイパスする物流ルートの構築を目的とした若戸トンネルが2012年に開通した熊洲を征伐した時、中愛天皇と神宮皇后が海に霊石を見つけ、これを身体として祭り、神社の海辺に小松を得た、お供をしていた竹内宿渡るが、 海原の、総倉たる、松の青青たる、我が心ももし、といったことから、若松の地名になったと伝えられている。若松区誕生以降の歴史について記述する。若松市時代の事柄については、若松市歴史を参照。響町、風力発電の風車群若松区中心部級、小賀工業若松ビル港、東山公園グリーンパーク、響き灘緑地、 若松北海岸に岩屋海岸響きなど埋め立て地、北九州市役所の若松区の行事、祭りも以下に示す、市外、市内局番は総務省の公開情報による、近年通信自由化で従来のパターンが通用しなくなっている、西日本電信電話以下、エリア分類不明、若松区内にも以下のパターンに該当する電話番号の一部が存在する、なお参考までに、 西日本電信電話における一般的な割り当てルールは以下の通り、携帯電話は NTT ドコモ AU、ソフトバンクの3社については、区内のほとんどの地域で利用可能となっているが、参幹部でつながらない地域がある。世代交代が進められていることもあり、3G 以降のサービスに関して、エリア拡大のための基地局整備等が進められている。 テレビの電波直接受信については、さら、倉山の八幡テレビ FM 放送所から出される、電波を受けることを基本とするが、山陰に入り電波が届かない地域をカバーするために、区内3カ所に中継局が設けられている、地上デジタルテレビジョン放送の中継送信も実施。ラジオについては、FM は八幡送信所からの放送を、A、AM については、 響きなだ埋め立て地に集約された響き放送所からの電波をそれぞれ受信する。AM については送信書が区内にあることから、市内宅に比べ比較的良好に受信できる。テレビのチャンネルは以下の通り、若っぱは若松区役所が生み出したゆるキャラで区役所が著作権を有する。 若松区に古くから伝わる河童にまつわる伝説と近年カゴメの進出によって盛んになっているトマト栽培を広くアピールすることを狙いとする。市内はもとより市外へのアピールも積極的に行われており、区内を舞台にしたドラマを制作した NHK のハレピョンとともに NHK 関係の番組やイベントを通じ、九州全域の知名度を高める活動を展開している。 ありがとうございます。